皆さん、こんにちは。定期試験対策生物、中枢神経、今日はやっていこうと思います。担当は谷原翔でお送りします。今日のテーマでは、前半は知識系問題、後半は差がつきやすい計算問題を扱いますので、頑張っていきましょう。1問目は、中枢神経にまつわる丸抜問題。1番から5番までの選択肢の中から、誤ってるものを全て選んでください。もしも誤っている選択肢がない場合は、6番を選んでみてください。 それでは、チャレンジです。皆さん、ごめんなさい。意地悪しました。なんと今回の問題は、誤っている選択肢はなし。1から5、すべて正しいんです。なので、6番を選んでください。それでは、解説です。今回注目しているのは、大脳、肝脳、中脳、小脳、延髄の 5箇所です。脳みそはこれ以外にもパーツ名はありますが、定期テストレベルではまずこの5箇所をしっかり押さえましょう。そして、それぞれ役割を書いています。もちろんこれで全てではありません。ただ優先事項として定期試験レベルではまずこれを押さえます。これでも多いよって感じる人多いと思うんですが、実は大の間の円髄は皆さん結構すんなり覚えられます。差がつくのは 中脳と小脳です。そのことを意識していれば、そこまで難しくありません。一つずつ見ていきましょう。まずは大脳。大脳はこの部分になります。はい。人間の場合は、この大脳がとっても発達しています。まあ、人間の脳みその場合、どれぐらいの大きさかというと、両手をおわん型にして指がくっつくかくっつかないか。ちょっとね、やってみてください。この状態がちょうど脳みその大きさぐらいです。人間の脳みそは、だいたい 1350g から 1500g。 だいたい1 5キロぐらいあるんですね。さすがにこれはテストでは聞かれない豆知識でございます。まあ、その中でも大きく発達しているのが大脳。なので人間が得意とすることって何だろうって考えると役割を覚えやすい。人間は他の動物よりも考えることが得意ですよね。さらには他の動物と違って文法を用いた言語が得意ですね。日本語とか英語とか。さらには記憶。もちろん記憶ってのは他の動物も持ってます。他にも感覚。 暖かい、冷たい、美味しいとかね、音が聞こえるとか、いろんな感覚も支配しています。大脳はみんな得意なので大丈夫。次に、肝脳。肝脳は脳の真ん中あたりになります。よくこの部分は、死傷と床下株に分けて勉強しました。そうすると思い出すんじゃない床下株って初めて勉強したのっていつだっけそうなんです。生物基礎の自律神経とか、ホルモンの勉強で出てきましたよね。血糖値の調節とか、体温調節とか、 なので、肝脳は自律神経の中枢だって覚えましょう。他の聞き方で体温調節の中枢、血糖値調節の中枢、なんて選択肢もあったりします。この部分も生物基礎で学んでいるので得意な人が多いんです。では、次に中脳を見ていきましょう。中脳どこかこれ意外とわかってない人多いんです。さあ、どの部分でしょうここが中脳なんですね。付け根の部分。この中脳がやってることは何かというと、 姿勢保持、眼球運動、動向調節と書かれていることが多いです。ここで問題になってくるのが、この姿勢保持です。この姿勢保持ってのが、小脳と似てるんです。小脳に、平行感覚の中枢って書かれてる。これ、平行感覚の中枢ってバランスみたいなイメージだね。じゃあ、中脳の姿勢保持ってのも、バランスみたいな感じじゃないですか。何が違うんだろう。実はこれ厳密に話すとかなり難しくなってきます。 なので、生物レベルでは大雑把に学んでいきましょう。姿勢保持とはもうまんまです。今皆さんやっていますよと。立っていたり、歩いたり、座って勉強したりしてる。そんな時に皆さんフラフラしたりしませんよね。今普通に安定して椅子に座って動画を見てるかもしれないし、まあ、電車の中で電車に揺られながら立った状態でスマホで見てるかもしれない。そう。その時に別に頭で考えなくても自動的にバランス取って立ってますよね。 生まれたばかりの頃は座るのも難しかったし、歩くことも難しかった。今はそんなことがない。じゃあどうやって体はその姿勢を保ってくれてるのかっていうと、この中脳が関与しているんです。へえ、だからまんまあ姿勢保持と呼んでいる。で、覚えにくいのは眼球運動とか動向調節。動向調節っていうのは交換神経、副交換神経でも学んだ。瞳がちっちゃくなったり大きくなったりする話。眼球運動ってのは追試といって、まあ皆さん物見るとき目で追ったりするじゃん。 あの、目で追うときに眼球の筋肉を動かす話になってきます。で、これ覚え方があって、もう簡単です。これ、目関係って覚えれば OK です。目関係。なんでかというと、多くの場合、この問題って選択肢で出ることが多い。となったときに、目関係だったら中脳だと覚えちゃえば一撃なんです。次は小脳。小脳は簡単で、この部分になります。では、先ほど出てきた、この平行感覚の中枢ってのは一体何なのか よく例に挙げられるのは、例えば自転車に乗るとき。自転車に乗るとき、まあ皆さんは今でこそ意識せずに乗れる人が多いと思うんです。初めて乗る頃は一生懸命体でバランス取ろうと考えながら乗ってたけど、今は考えなくてもバランス取れたりするよね。このように、まあ運動系のね、バランス。例えばサーカスの人が砂渡りをする。ああいった感じのバランス感覚。フィギュアスケートでトリプルアクセルを決めるみたいな。ああいったね、平行感覚が小脳なんだな。そしてこちら。 随運動の調節。先生、随運動って大脳じゃないんですか考えて行う運動を随運動と言います。確かに考えてるのは頭なんですけれど、その時動きの微調節をしてるのが小脳なんです。例えば、わかりやすい具体例一つ挙げると、人によっては今真面目に一生懸命ペンでメモを取りながら書いてる人もいると思うんだ。それは自分の大脳を使って一生懸命メモして学ばなくちゃと書いてると思う。その時に、果たして皆さんは、 指の筋肉の動き意識してるよし先生の言ったこと一生懸命メモするぞって言って指の筋肉をよしまずこの筋肉は収縮してこっちの筋肉は弛緩させてなんて考えずに書いてますよね。そういった細かい微調節とかを小脳とかも使って行っているよっていう話になってくるんです。実はこの話をしていくと実は中脳とかも関係していてかなり難しい話になってきます。ただ高校生物では大雑把に覚えてくれて大丈夫です。最後は塩髄。 延髄は脳の最後の付け根の部分。この部分となります。何やってるの覚え方は簡単で、基本的には命関係ってまず覚えます。そうすると、呼吸とか心臓が関係するんだなってことがわかります。これ以外にも、食べ物を飲み込む炎下だったり、ご本ご本咳であったり、消化器の運動だったり、他にもいろんな役割があります。ただ、よく出てくるのは、まず呼吸と心拍。これを押さえてあげてください。ということで、 この単元は生物のあまり良くない暗記系になります。ちょっと辛いと思うんですけど頑張って暗記しましょう。興味があって時間がある方はこれ突き詰めていくとテレビ番組とかでよく取り上げられる脳科学みたいな話に繋がっていって本当は面白い単元になっています。問い2番、続いては反射球にまつわる問題です。それではチャレンジしてみてください。 正しく図書き入れられましたかそれでは解説。この図は、屈筋反射の反射球を模式的に表したものである。反射球ってのは神経の経路ね。その時、この空欄丸1に当てはまる神経の形書きなさいよって問題。答えはこうなりました。どうです合ってましたこれ考え方はポイントが2つあります。ポイント1つ目。この神経説です。 この神経質、膨らみがある方が背中側の肺根、ない方がお腹側の腹根でしたね。となった時に背中側の肺根は感覚神経、お腹側運動神経っていうのは覚えておかなくちゃいけない知識です。となると神経の反射の電気命令は背中の感覚神経を通ってからお腹側の運動神経を通るという流れですよね。これがポイント1。次にポイント2。それがこのクック。 屈反射。反射の勉強をしたときに、室外圏反射と屈筋反射ってのを学びました。この反射の違いは、海在神経が入ってるか入ってないかの違い。これは暗記問題です。室外圏反射は介在神経がありません。に対して今回の問題は屈筋反射。屈筋反射は介在神経があります。このような違いがありました。これ覚えてないと問題立ち打ちできません。 ってことで今回は室外圏ではなく屈筋反射なので感覚神経と運動神経の間に介在神経を書いてあげなくちゃいけない。ということでこのようなイラストになってくるんです。ここからレベルアップしていきましょう。残り2問計算問題です。そんなに難しくないから頑張っていきましょう。ここで差がつく。それではチャレンジしてみてください。 それでは解説です。このように長い問題の時は、いきなり答えを出そうと焦るのではなく、まずは問題整理から始めていきましょう。それではいきます。図中の1に電気刺激を加え、この赤い部分ですね。図中の A から C に電流が流れた瞬間を測定した。この青い部分で、あ、今電気が来たよっていうのは測定した。という問題です。刺激点1から観測点 C までの距離が50センチ。つまり、ここから、 ビューンと、ここまで。50センチだそうです。このように図などが与えられている場合は書き込んじゃうの一つの手です。もし与えられてない場合は自分で問題文から模式図を書き出して書いていった方が正答率が上がりやすいです。しっかりと行っていきましょう。続きです。刺激点1から観測点 A までの距離が20センチ。 刺激点1から観測点 A。ここまでが20センチだよと。なるほど。続いて、観測点 B から観測点 C までの距離が20センチ。観測点 B から観測点 C。ここも20センチだよ。となると、賢い皆さんは気づいちゃった。全体50センチで1から A が20、B から C が20。となると、 A と B の間は10センチじゃねって気づくんです。分かった情報は書き入れていくことをお勧めします。では続きを読んでいきます。刺激点1の刺激から3ミリ秒後に観測点 A、この部分が反応して刺激点1の刺激から4.25ミリ秒後にこの B が反応する。さらに刺激点1の刺激から50センチ先の C が7.25ミリ秒に反応する。この時の神経の伝導速度を答えなさい。 ただし単位はメートル毎秒で答えます。さらに条件があって、宇宙の神経細胞は全て一定の電動速度とし、シナプス感激の距離は無視できるものとするという条件になっていました。で、この時に絶対やっちゃいけないのが、速度の出し方は距離割る時間だってことで、1から C までが50センチ、1から C まで7.25ミリ秒かかってるって書かれてる。じゃあ、 50÷7.25 すればいいじゃんかって出しちゃうと答えが全然違うものになります。え、なんでって話。確かに1から C までが50センチで、それにかかった時間は7.25ミリ秒で正解なんですが、それは電動だけじゃないよね。今回聞いてるのは電動速度だけど、1から C までの間は電動以外も存在する。何が存在するかわかりますその通り。神経と神経のつなぎ目。 シナプスがありますね。ここでは、電動ではなく、神経伝達物質による伝達が行われています。ってことは、電動とは違う、伝達という方法で時間を使っているはずなので、純粋な電気だけの伝動の時間とは言えないんですよ。じゃあどうしたらいいのシナプスを含んでたらもう NG です。となると、1番から C までの距離で算出することは不可能。さらに、 1>, 1番から A で算出する、この20センチ。これもできないよね。だって1番から A までも、ほら、シナプス含んでるから。同じ理由で、下の B から C の20センチ。これもできないね。シナプス含んでるから。気づいちゃったね。となると、A から B のこの部分であれば、シナプスを含んでないから、出せそうだ。で、ちょうど A から B は、先ほど、10センチって分かってるじゃないですか。じゃあ、この10センチに、 どれぐらいの時間がかかったか分かれば、もう小学校の算数で出すことができるんです。ちょっとたくさん書き込んで見にくくなってきたので、模式図を書き直してみます。ピューと一本線を引きます。そして、ここが刺激点1。ここから電気が流れます。結果、点が2つあります。A 点と B 点。そして、 A から B は10センチって分かっています。この10センチに何秒ぐらいかかってるか分かればいいんです。それも書いてある。問題文によれば、指摘点1から A が反応するまでにかかった時間はこちらですね。3ミリ秒って書かれてる。ってことは、ここからここまでは3ミリ秒なんです。続いて、 刺激点1から B が反応するまでは、ここに書かれてます。4.25ミリ秒。ってことは、ここから B までは、4.25ミリ秒ってわかります。もう気づいちゃったね。今私たちが知りたいのは、AB 間10センチが何秒ぐらいかかってるんですかって話。出せそうですね。1から A までが3ミリ秒。 1>, 1から B までが4.25ミリ秒。ってことは、4.25から3引いてあげれば、1.25ミリ秒って出ますね。ってことで、A から B の10センチを移動するのに、1.25ミリ秒かかったってことが分かりました。あとは小学校の算数で解けちゃいます。ってことで、計算方法は、距離割る時間でいいので、AB 間は10センチなので、それを1.25ミリ秒で進んだ。 10÷1.25。計算してあげれば、8cm 毎ミリ秒とわかります。しかし今回は、メートル毎秒で答えなさいと言われている。一気に単位変換するのが苦手な人は、手順を追って単位変換だ。まずは、ミリ秒のミリを消しましょう。ミリってのは1000分の1って意味だから、1000倍してあげれば、ミリは消えるよね。ってことで、1000倍すると、8000cm 毎秒となりました。ただ今回は、センチメートルではなく、メートルで答えるなので、 100cm で 1m。じゃあ、8000cm は、もちろん、80ですので、80m 毎秒が正解となるんです。そんなに難しくないよね。ちゃんと、実験で与えられた問題を、情報整理、図などを使って書き込むだけで、とっても簡単です。うわぁ、私、計算無理だからって、すぐに逃げ出さずに、小学校レベルの算数で解けちゃいますので、まずは図の整理から、これを意識して、問題にアプローチしていきましょう。 最後の問題はおまけです。問題文は何も変わってません。下から3行目がちょっと変わりました。この時の神経の伝達時間、カッコミリ秒を答えなさい。今私たちはビリ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 電動速度を求めた。今度はこの神経と神経のつなぎ目の伝達。これに何ミリ秒かかってるのか出してみよう。さっきの答えを応用すると結構簡単に答えが出てきます。それではチャレンジだ。 解説です。この問題は問い3番の答えを利用します。確か計算によれば電動速度ってのは 8cm 毎ミリ秒でした。じゃあもしもこの1番から c までにシナプスが存在しなかった場合、全部電動で命令が伝わった場合、何ミリ秒で電気って伝わるんだろう。その計算は簡単で、こうなりますよね。1番から c までは 50cm あった。 もしこれをすべて電動で命令を伝えた場合、電動速度は問い3番の答えより8センチ前ミリ秒。これ計算すると6.25ミリ秒となります。ただこれおかしいんです。実際、地域点1から C までに電気が流れるのにかかった時間は6.25ではなくて、こちら、7.25ミリ秒でしたね。そう。実際の時間と少しかけ離れてます。 どれぐらい離れてるのっていうと、実際にかかったのは7.25。もし50センチ全てを電動で命令した場合は6.25。引き算すると、1ミリ秒の差があることがわかります。じゃ、あこの差はなんで生まれたんだろうもうわかっちゃった。電動以外に時間を使った可能性がありますね。じゃ、あ神経において電動以外で時間を使うとしたら、シナプスの伝達しかないね。わかった伝達時間は1ミリ秒だ 焦らないで。今回は屈筋反射で、シナプスって1箇所じゃないんだ。ここと、ここ。2箇所シナプスがあるから、伝達は2回やってる。となると、これを割ってあげなくちゃいけないので、1ミリ秒を2つのシナプスで割って、1つの伝達あたりは0.5ミリ秒と出るんです。そんなに計算難しくないでしょやってることは与えられた情報の整理なんです。生物の実験系問題や計算問題っていうのは、 難しくはありません。情報を整理する力を持っていれば、小学校レベルの計算で、ほとんどの問題が立ち打ちできちゃうんです。それでは、また次回の定期試験対策でお会いしましょう。ご視聴、お疲れ様でした。どうですか解けましたかもし満点じゃなければ、もう一度問題にトライして、再度視聴して、完璧に仕上げていきましょう。そして定期テストの得点アップを目指していこう。ではまた次の動画でお会いしましょう。